前回までのあらすじ。215年10月、劉備軍は華北の要衝となる都市、行の制圧に成功した。これにより、北魏の抵抗する力はほぼなくなることとなる。そして、その北の安全を見た劉備軍が長江を渡り進軍すれば、孫権軍はその隙を突き、劉備軍の降下を攻めた。そして、この都市が攻撃される音を聞き、興奮していた人物がいた。ここ降下で牢に繋がれている男、曹彰である。曹彰は耳を澄ませていた。この都市に何かが打ち込まれたような音、兵士たちの声、慌ただしさ。間違いない、これはこの降下で戦いが起きている。俺が屈辱にも牢に繋がれて3年と3ヶ月。このようなことは初めてだ。ついに来た、七味角が大軍でこの降下を攻めているのだ。曹彰は興奮し、歓喜していた。すると、しばらく席を外していた看守がやってきて、その時酒を飲み、バカ笑いをしていた加工トンと加工園を牢から出し、解放だ、と言った。え、なんで？なぜ俺だけ残されるのか、看守に問い詰めた。しかし、看守は何も喋らず、いつもの椅子に座り、一点を見つめる作業を始める。曹彰は諦めた、こうなればこの看守が喋ることはない。そして曹彰は考える。なるほど、理由が分かってきた。おそらくは、降下の防衛が劉備軍にとって不利ということ。あの二人を返還するという交渉材料を持って、停戦をする？まあそのあたりだろう。しかし、七味角はそんなに甘くはない。そのような交渉は無意味、降下の陥落は時間の問題だ。この時の曹彰はそう信じ、自身が近く解放されることを、信じて疑うことはなかった。そのしばらく後、調査を本拠としている魏の皇帝、曹操は、劉備軍に長安を取られ、南北の連絡を断たれていこう。北側の報告が遅れがちであり、いまいち状況がつかめていなかった。洛陽と陳留の陥落を知ったのが3ヶ月前の話で、それ以降の報告が来ていない。その時は状況の不利を悟り、頭痛でしばらく寝込みはしたが、華北が残っていれば、まだまだひっくり返す機会はある。そして、最近の報告で知ったことは、呪春が孫権軍に落とされたということ。それと、西洋が劉備のものになったということ。そして、劉備本人が突然縁から出陣し、襄陽が陥落したことだった。その時、曹操が聞いた報告は、罵声をされて襄陽が陥落したという謎の報告だった。しかし、ここでも曹操は思っていた。華北が残ってさえいれば、ひっくり返す機会はある。と。まだまだ曹操の気力はみなぎっていた。そして今、矢継ぎ早に様々な状況報告の使者が帰ってきている。それを順番に聞いていく曹操。まず、反撃のため、曹操が手を打っていた加工トン、加工園の返還交渉。これは早馬により、それが成功したとの報告を受けた。それを聞いたとき、曹操は喜ぶと同時に、曹操を返還交渉に入れなかった自身を褒めた。交渉は多くを望んではいけない、これを実行したのだ。案の定、うまくいった。将には悪いが、あいつはまだ若い。長い老生活にもまだ耐えられるだろう。ただ、トンと縁に関しては、体が持たないかもしれない。そう、考えたのだ。よし、いける。トンと縁が帰ってくればいける。そう考えていた曹操は次の報告を聞く。その内容は喜んでいた曹操の脳天を、打ち抜くかのような衝撃的なものだった。それは、劉備軍に華北のほぼ全てが奪われたという報告と、長江の北側は露光を残し劉備軍のものになったという報告だった。な。それを聞いた曹操は絶句した。慶州侵攻前の和氏の領土がほぼ全て劉備のものになった。だと。勢力図は10年ほど前のものに似てる。劉備が和氏になり、和氏は劉領になったのだ。そうか。そういうことか。こんなことはありえない話だ。わかったぞ。和氏は、長い夢を見ている。そういうこと。なのだ。はい、ということで始めていくよー。さて、曹操軍がもともと持っていた大陸の北半分をほぼ手中に収めた劉備軍。陳留を攻略し、中原を食い破ってからは、敵武将やら敵兵やらがスカスカな都市を落としてきたわけだけど、ここからは強い敵武将たちが都市にいることが多くなるし、こちら攻めてる軍団を分けているので、ここ軍団の兵力は結構少ない。ところどころで負ける可能性も結構あると思ってるところ。まず今回初めて最初にやったことは姿勢。これね、何人かの柴木さんに教えてもらって気づいたんだけど、前回、捕虜から登用した師匠さんがね、人事すべての政策に効果を発揮するという政策を持ってて、それもレベル3のやつ。
なので、師匠さんと周相で水軍がレベル7にできることが分かった。教えてくれてありがとう、これは嬉しい、やったぜ。これで船が猛将にレベルアップ。師匠さん、君主だけあってめちゃいい政策持ってるじゃん。よし、ということで時間を進めた。おじさんたちが攻める城陽からは敵出陣なし。よっしゃ、パルティアから使節団が帰ってきたぞ。パルティアンショットがもらえると思ったけど、今回は有効度が足りなかったのか、ダメだったっぽい。ジョコーラが直接、こちらの投石利点に来てるのかな、これ。お、これは孫権軍からの捕虜返還交渉。3人で金4500か。地域がもらえるなら返還してもいいかも。露光がもう落ちそうだから、次は再送攻め。この港をもらえるならもらおう。金4500よりは断然価値が高そうな地域。ダメか、要求が過剰すぎたようだ。捕虜はそのまま。おーおー、露光、このターンで落とせたんか。やったぜ。あ、これは淮南の地のり。契約費用が半分になるってやつで微妙っぽい。地域怪獣とか罹患とか古存老とかやろうとはするけど、諸葛亮がなかなか OK を出してくれない。おーっと、しかし捕虜、これはいいぞ、龍さんいるじゃん。水分レベル3持ちなので、投用ができたらレベル10にできるぞ。実は今監守持ち、鐘楼の手が空いてるのでここに呼ぼう。攻撃は最大有効度が1000という芝木さんもおられた。パルティアはこの使節団を送れば1000は超えるはず。和製語連携の次はこれでもらえる先方の連携を試したいところだけど、先方書が1個しかもらえない可能性が高そう。わかった。そして、ここ降下、捕縛周相に水軍持ち鎮部を攻撃させたけど、逃がしてしまった模様。代わりに龍さんを捕縛しつつ制圧を終えた露光。このターンは入城ターン。任せてもらおう。そして、北側。信用の攻略に投石拡張と右岸隊が向かってる。老計は兵百のまま、さらに敵一部隊を倒し、また包囲占領ができそう、拡張が早く進めるようになる。ここ続きのターン。長英1万2000と長陽戦が長陽の援軍に来てる模様。長陽は長原を狙うって言ってる。あ、こんにちは、馬食さん。ああ、総称が入ってるけど、他二人も含まれてる。金6800相当、これなら歩がもらえそうで、かなり考えたけど、すぐに取り返されそうということもあってやめた。すまんな、総称。ターン終わり。老計がやってくれた数度目の包囲占領。ここ兼用、1万3000ほど都市兵があるけども、次で包囲占領ができそうなので、突っ込ませてる。それでここ艦中は、右岸隊が交戦を始めた模様。ちょっと周囲の歩を取り切らないと、突っ込むのが怖い。艦中と傭兵艦を合わせるとそこそこの兵なんだよね。城陽から援軍も呼びつつ、周囲の歩が取れるようになるまで、建物を建てさせる予定。あと、こっちからも巨突右岸女子を進ませてるんだけど、優勝軍格力のチェックが入った模様。この部隊だけなら山なので右岸女子が勝ちそうな数値。ここは、馬勢おじさん軍団が攻めようとしている城陽。馬勢を効果的に練り上げるため、馬勢八家人の構えで敵を迎え撃つつもり。城陽らが来てくれてるから、これは楽しみがある。よし、進めていこう。この巨突右岸女子には、敵格力戦が来てる。そして奉仕上縁5戦が包囲占領5分の部隊としてフォロー。よし来た、これは兼用。大事は人をもって元となすなり。ふらーん。どうぞ。いかん、長英1万2000は右岸女子に来てるんか。やばい、地域効果的に今はこの敵奉仕がめちゃくちゃ強い。ごめん。ここにぜひ来てほしいところ。ここは、再送に向けて露光から出陣させた。ソーダ持ち周相1万5000が先頭、これで大河後塗りして。後続の進みを早める。ここ波打ってるところは本流マスで、小さい船は通れない場所。今の遊備軍の船である猛将なら進める。よし行こう、続き。長英が長遠の方に来そうで心配。なんですって。お頼みます。魚体の投用に成功。これは今日の舞台、2万を深夜から新たに出した。達成いたしました。よろしく頼む。12月に入って捕虜の中性ダウンがあったので投用ラッシュ。あ、長領はその符を取りに来たんか。異民族の兵団が切れちゃうな。中性を誓おう。兼領の耐久が半分になった模様。
ずやお役に立ちましょう。佐藤芭蕉が東洋で結構丸がついてる。どうぞ。お、包囲占領できますよ。マークがついてる。ここの歩を取ったことでいけるようになったのね。ほほう、ここは加工号も来たんだな。異民族が山で戦えてるのでなんとか倒してくれそう。利天らは陣を立てているけど、艦中には芝居と助行がいるのでかなり怖い状態。よし、続き見ていこう。馬勢陣は完成しつつあるぞ。修正を誓おう。敵部隊、上衛の動向が気になるところ。おお、艦部軍団、兼用を難なく落とせた模様。やったぜ。この恩は忘れぬ。孫権が都市にいると、いつも捕まえてる気がする。兼用で捕らえた武将は一人。忠義を尽くそう。お、上衛は諸葛亮を攻撃とか言ってるぞ。しまった。あや、きっちり倒されちゃったか。頼むぜ。ここで来てくれたんだよねー、劉さん。これで、水軍のレベルを最大にできるぞ。まだまだ大河を進むところは残っているので、大きい大きい。必ずやおやか。年が変わって206年1月、春になった。利天と猛海が寿命危ないんだって。そして、ここでなんとおじさん、ついに皇帝を名乗れるようになった。史実、劉備が蜀漢の皇帝になった年は221年。これで、もし赤壁の戦いが起こらなければ、劉備は5年早く皇帝になれた、と言えるのではないだろうか。これで国号を決めることができる。漢があれば選びたかったんだけど、なかった。結局、しっくりくるのがなくて、蜀を選んだよ。昔の国号は大体その勢力がある場所になるみたいだから、なんでやねんという話なんだけど、どうせ職は取っちゃうしって感じ。さて、ということで続き、上衛が馬勢陣に来てくれるのかどうか。よし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 、来てる来てる。敵に触れた瞬間にご連携を出してくれ。あっと、神妙にカメラが飛んだ。ああ、そっか、範囲攻撃に弱いな、この馬勢陣。おっと出たぞ。しかし劉備諸葛亮貫中公による3連覇、そして馬勢に参加できなかった趙雲が一騎打ちで刈り取りに行った。上衛の斬式はミリ状態。相手に飛んで不足。よしよし、これで1万の兵をゲット。よっしゃー、ここで各将が神妙を制圧。やったぜ。これで兵衆の血のりを曹操軍から奪った形、先駆との外交ができるようになった。神妙での捕虜は1人、上領は1000だけなのであっさりと撃破。これ、かなり密になってるけど馬勢陣は完成してる。この馬勢連携がしたくてたまらない夫人に向かって、おあつらえ向きにまだ来てくれてる敵がいる。平安から出てきてる核翼強力17000。いいじゃないかいいじゃないか。この山頂にある歩は取られると包囲占領をされちゃうようだ。猪突ありの強部隊は待機して守る係。うまくいけば、ここは後2ターンで包囲占領ができる。おかわりで深夜から出た巨突岩女子もこの位置。ここ艦中は、右岸隊が加工防隊を倒して捕獲もしている。結構兵が減っちゃったけど、敵包囲隊もようやく倒せそう。この巨突岩女子は敵核翼を突破してる。いいぞ。ここ利天らは敵陣を壊したところ、ここに投石台を作らせることにしたよ。やるとしよう。それで、ここには山に初めて罠を作った。落石というやつ、技法用。そしてここ制圧したばかりの神妙、楽に落とせたのはこの老慶のおかげ。任せてください。素晴らしい働きだった。ここの兵は北兵に輸送して、上兵攻略に使おう。戦だな。よし、ということで続き。ここ紅葉の兵が2万5000ほどあるので気にしていたところ。なんと、2万の兵が出てきた。これは、上縁と京に来られるとまずい。元の民です。うおお、当該が来たー。魅力を尽くします。おーっと、これは、吹き出しで諸葛亮隊を撃破せよって言ってるぞ。ここでローマとの交易3回目、使節団が到達した模様。有効度的にこれでようやくカタパルト術が手に入ると思われる。この馬勢陣は信頼同士で能力が上がって弓の火力も高い。おっと、最高攻略は無事取り付いて耐久が半分になった模様。お、これは。あ、甘露の延命イベント、馬頭は寿命が近かったのね。素晴らしい人選じゃないか。
ここは、敵協力隊が近くなってきたな。あちゃー、包囲占領できないっぽい、上院の兵站が切られた。それでこれ、港をもし取られると包囲占領されてしまう。今日には敵から離れつつ、ここで投石台の建設を命じよう。わかった。ここ、取り付いた再装。直前まで曹操軍が攻めてきてたので、楽に取り付けたようだ。それで、格外は馬勢を今回も放っていない模様。満潮は使ったみたい、全ターンで使うとクールタイム的にわかるんだよね。あらすじ的に格外に馬勢を出してほしい虫は、格外の動向はずっとチェックしてる。格外は仲間になってから勝敗、受春、露光、再装と攻めてて、馬勢だけ持たせてたんだけど、まだ一回も放っていないという。そして、これは権陽を制圧した関羽軍団。この制圧に向かっているところだけど、包囲占領を狙い、先行したこちら強部隊が兵站を切られてしまった。フォローで奉仕観光を出してる状態。ここ間中、これは敵包囲が傭兵艦に退却してるぞ。よしよし、投石台は無事完成してる模様。都市に突っ込むのは包囲占領が完成してからにするかな。そして当該、今回は深夜じゃなくて序南で発見したみたい。連携できる武将がいないので、元曹操陣営軍団に入れるかな。我に続け。当該は地理失踪を持ってるのでめちゃくちゃ優秀なんだけど、この状況、今の段階での主の価値はこんな感じ。強い武将がいても兵が足りなくて使い切れない状態。とにかく欲しいのは連携ができる補佐持ち。それでいて知力高めなやつ。どんだけ連携したいねん。よし、ということで続き。さあ来い。あ、これは戦費への進展、有効になった。よしよし、高陵から出た敵は馬勢陣に向かってるぞ。よっしゃー、再装を制圧。やったぜ、兵が少なかった格外は撃破されたってログが出てた。5人の捕虜獲得、返還交渉で地域と交換したいところ。すごい勢いで敵奉仕が馬勢陣に来てるな。おーおーおー、諸葛亮遊戯艦急行の3連。触れた瞬間に古中戦の部隊を倒したぞ。すごいすごい。後で見直すと、古中戦の地力は48、士気は110だった。さっきの遊戯トップで諸葛亮サブの3連より、諸葛亮トップ遊戯サブの3連のがだいぶ強いのね。ここで、ここまで大きな功がある各春に、最高の感触である上昇を与えたよ。よし、ということで進めよう。そろそろ5連携、来てくれてもいいんやで。ああ、電与が単独馬勢。ターン終わり。大事は人をもって元となすなり。やった、なんとかいけた。ブラーン。そして、同時に貫中も。貫中はもう一つ。いい色塗り。さらにこっち、このところ、四連包囲、金持ちいい。よろしいですね。ここの曹操軍は兵站切り状態になった。そして続きの時間進行、すると。なんかすごいのが出た。パッと見よくわからない、貫中砲が二人いたように見えたぞ。神秘に当てて撃破したようだ。神秘は気力高いイメージだけど吹っ飛ばされたんか。すごいよすごい。ターン終わり。ご確認ください。それで、さっきの連携を見直してみた。これで分かったことは、遊備電予貫急行、それと、諸葛亮光月栄貫急行の2つの3連馬勢が同時に出たということ。2つの3連携が時間差なしに同時に出るってすごすぎなんじゃないか。やばいよやばい。これって5連携よりレアな気がするんだけど、どうなんだろうか。調べてみると神秘の知力は82でやはり高い武将だった。この神秘も3連馬勢ペアにはどうしようもなかったということね。とまあ、気分が盛り上がったところでプレイはここまで。続きは次回。では、またねー。